皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。5月も中旬を迎えたわけですけれども、今年のゴールデンウィークは、ステイホーム週間ということで、ほとんどどこにも行かずに、家にいて、本当に暇でどうしようもなかったんで、久しぶりに PS3 を引っ張り出してきてですね、久しぶりにこちら GTA4 をずっとやってたんですけれども、後半の3,4,5,6 はずっとこれで遊んでましたね。でゴールデンウィーク明けからちょっと、仕事が忙しくなって、ちょっと一段落ついたんで、今動画を撮ってるんですけれども、そこでちょっと今日紹介したいのはですね、こちらです。Nintendo 3DS ですね、2011年発売の、最初の 3DS のこれ色はシルキーピンクですかね、ピンク色です、でこちらがですね、ハードオフで買ったんですけれども、ハードオフでジャンクで、税込み2750円でした。ジャンク理由がですね、3つあってですね、まず、ソフトを読まない、ソフトをまず読み込まない、それからこの本体の後ろのここにある、これ充電端子ですけれども、こちらが接触不良を起こしていると、それから最後に、この下画面ですね、下画面の右側、こっちの方かな、この辺がちょっと画面焼けを起こしているという難点があってですね、ちなみに言うと、タッチペンもありません、大きく言うと3つの難点があるわけで、ゲームは起動しないということなんで、それでも、起動しない、ソフトを認識しないっていうことは単純にソフトと本体の接触不良なんじゃないかなと思って、ちょっとした小手先で直せんじゃないかっていうことでちょっと買ってみたわけですけど、ジャンク品としてはちょっと高い部類に入りますね。で、ハードオフで見た時にこのピンク色のやつと白の 3DS のジャンクがあったんですけれども、その白の方はですね、この上画面がもう完全に出ないっていうか、ちらついちゃって見えない状態、おそらくは電源入れたままこう真っ逆さまに落としたとかで、この上画面が破損しちゃってもう表示されなくなっちゃってるんじゃないかなと思って、こっちはね、まだ画面は焼けてますけど、表示はされるってことで、ちょっと救いようがあるんじゃないかなと思ってこっちを選んで買ってきたんですけども、でですね、そのハードオフで見た時に一応、これ袋にこう包まれて入ってたわけですけれども、一応電源入るかどうかだけ確認しようと思って電源押したら、一応電源は入りました。もうほぼバッテリー空の状態だったんですけど、一応電源は入って上下画面表示されて、で下の画面が若干ちょっとね、黄ばんで見えるかなっていうぐらい、そんなにひどく焼けてる感じはしなかったんですけれども、で家持って帰ってきて、でテストということで、充電ですね、本当にそのこの充電端子が接点不良っていうか、接触不良を起こしてるのかっていうところを調べようと思って、手持ちの 3DS の充電の AC アダプターをつないでコンセントを挿したらですね、何のことはなく普通に充電されました、どういうチェックをしたかは分かりませんけど、ここにこの充電端子に関してはね、全然問題なく充電はされました。で一応充電端子が接触不良を起こしているっていうなら、こちらのこう DS 置いとく台ですけれども、これでも充電ができて、本来充電端子にこのケーブルを挿して使うんですけど、この端子の横に、この金色のものが両側にあると思うんですけど、こちらのスタンドを使うとですね、ここに本来はここのちょっと光ってみるに、このポッチのところの間に充電端子があるんですけど、このスタンドを使うとここに CDS を置くとですね、こう端子がニョキッと出てきて、さっきの金色の端子のところにこれが当たることによって充電されるっていうものなんですけど、
まあ、一応保険のためにこれ一応ね買ってきたやつですけど、まあ、これ300円だったんですけど、まあこれも必要特になかったっていうことですね。はい。でまあ充電は一応できて、まあ一応満充電の状態になってるんで、でねこれ入れてみますと、はい、こういう感じで起動しますね。ちょっと、はい。で、今ソフトは何も入ってない。ゲームカードスロットに何も刺さっていませんという表示がされてますけれども、これで一応まあ動作確認用に、こちらモンハンと、まあ、ワンピースのゲームですね、これをまあジャンク箱から拾ってきて買ってきたんですけど、まあこれで、ソフトをこうスロットに刺してもソフトが認識されない状態ですね。これソフト触ってますけど認識されない状態ですね。はい。で、まあ大抵この手のソフトを認識しないっていうのはこのスロットですね。このスロットの中の端子とこのソフト側の端子が接触不良を起こして、ソフトを認識しないということで、まあ簡単な接触不良を直す方法としてはこのソフト側の端子ですね、この金色の端子のところに、まあ、接点復活剤なり、まあ、アルコールなりを塗って、で本体にこう何回か抜き差しすることで、接点が復活してゲームが認識されるとことのようなんですけれども、まあそれをちょっとね、やってみたいと思います。まあ、その前にですね、軽くこの端子のところをこのエアダスターで、はい、こういう感じで掃除をしておいて、まあ、これで直っちゃえば苦労はしないんですけど、まあ、一応これでソフト入れてもやっぱり認識されない状態ですね。はい。じゃあですね、次はこちら、おなじみ接点復活スプレーですけれども、こちらを使って、ちょっと端子のところを接点復活させたいと思います。とりあえずこれをまず、まあ、適当なところにこうちょっと出してですね、こいつを、まあ、できれば綿棒かなんかがいいんでしょうけど、とりあえず、細い筆かなんかでこの端子のところにですね、接点復活スプレーの液体を塗っていきます。まあ汚れ落とすんだったら、まあ、アルコールでいいと思うんですけど、まあ、無水アルコールだとすぐに乾いちゃって、気化しちゃうんで、まあ、こっちの接点復活スプレーの方がねやっぱいいかなと思います。この端子のところに一応こう全部塗って、はい、塗れましたら本体に刺します。ガチャッと、うん、まあですね、はい、認識はされるんですけど、ちょっと今テストしたところ認識したりしなかったりしたりしなかったりっていうちょっと不安定なところがあるんで、これをですねこう何回か抜き差しして見ると、はい、今度は大丈夫ですかね。はい。まあ一番いいのはこの本体の中の端子を直接掃除できればいいんですけど、さすがにこの狭いスロットなので、ちょっとまあ綿棒も筆もちょっと届きにくいんで、まあこういうやり方した方が楽かなと思いますね。はい。はい、抜いて刺して。はい、ちゃんと認識されるようになりましたね。はい。でだから商品説明にはソフト読み込まずエラーが出ますってなってるんで、まあ、認識はするけど起動はしないっていうことなのかっていうことも考えられるんで、一応これ、これで起動してみると、
まあ、セーブできる SD カードを刺さってないんで、ちょっとまあエラーは出ましたけど、ソフトは問題なく起動ができたようですね。はい、はい、こちらも一応起動はできました。はい、はい、ワンピースの方も問題なく認識されましたね。はい、こちらの方も一応起動できましたね。はい、最初は本当にソフト全然読まなかったんですけど、まあ、端子を、まあ、掃除することでこういうふうに起動ができるようになりました。まあ、というわけでこの3つの難がある 3DS だったんですけれども、まあ、一応ゲームをするところまではいけましたね。はい、で、画面の夜景ですけれども、まあ、そんなに見た感じ気にはなりません。若干この下画面の右側がちょっと黄色っぽくなってるかなっていう感じですけども、うん、そんなにひどい状態ではないですね。まあ、この本体自体もそんなに汚れたり傷があったりっていうことはないんで、そこそこ綺麗なものでしたね。はい、はい、というわけで、こちらジャンクで購入した 3DS だったんですけれども、ゲームの起動ができるようになりました。はい、まあ、大抵、そのソフトが認識できなくなったっていうのは、そのソフトと本体側の端子の接触不良であることが、まあ、ほとんどだと思うので、まあ、こういうやり方で、設定を復活させて、もっと長くね、楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。